関西ペイント株式会社は大阪府大阪市中央区に本社を置く総合塗料の製造販売企業である。前身である関西ペイント工業所が玉水博史により1917年に天ヶ崎市神崎で創業。玉水は東京帝国大学応用科学科卒の技術者で先発メーカーであった日本ペイントや東亜ペイントの取締役技師長を経て独立。 従業員30人余りで、顔料、塗料の製造販売を始めた。科学プラント及び研究施設拡大のための資金年出に急し、同級生で東京帝国大学助教授の田中義雄に相談。事業の上等を条件に、岩井勝次郎を率いる岩井商店が出資と販売支援を受け持つことで合意した。1918年、関西ペイントを設立。 本社及び工場には、小田村神崎の農地5万7千平方メートルが当てられた。岩井商店の専務、安野譲が兼任で社長につき、専務取締役及び西町には、玉水博士が名を連ね、新体制での創業が始まる。設立当初から強行をはじめとした苦難を経験するも、他社にないもの、真に顧客が求めているものを作れば、必ず売れるの信念で、 1926年に業界に先駆けて、ラッカーの国産化を実現し、社業のもとを築く。現在では日本で、業界一位の売り上げを誇る総合塗料企業である。自動車用塗料分野では、日本を含めアジア圏で首位に位置。米、PPG インダストリーズと自動車用塗料分野で、提携している。通称、カンペで、アレスコというブランドでも知られている。 戦前は、岩井財閥系企業だったため岩井系企業による最小会の設立に参加したが、その後サミズ会と緑会にも加入し、今では最小会グループと三和グループに重複加盟している。関西ペイント販売株式会社関西、ペイントマリン株式会社株式会社カンペハピオ、関西ペイントエンジニアリング株式会社株式会社、KP ウィング現在過去。 ありがとうございます。